どんどんどん本を読みたくなってきます。イエーイ、出た出た出た、マルチの勧誘。マイダー、スルメ兄さんです。今回ですね、金持ち父さん貧乏父さん読むべきじゃない、大切なのは理由ってことで話していこうと思います。この動画を最後まで見ることによって、どん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 本を読みたくなってきます。イエーイ、最後までしっかり見ていただけたらと思います。こういったビジネス書ってありますよね。でこのビジネス書ってもういろんな人が言ってます。最近で言えばオリエンタルラジオの中田さんとか、この本めちゃめちゃいいですよみたいな感じですごい動画で話されてるんですね。簡単にこの本の内容を説明すると、どういう人がお金持ちなのか、どうやったら自分の資産を作っていくことができるのかっていうのがこう細かく書かれてる本なんですよね。この本を見ると、出た出た出た、マルチの勧誘、思う人もいるんですよ。それがですね、ネットワークビジネス界で言うと、この本ってめちゃめちゃおすすめされるんですね。これ私が最初に読んだの22歳ぐらいだったので、今から8年9年ぐらい前かな、最初に読んだんですよ。この本に出てくる、まあ、お父さんなんですけど、こんな風に言うんです。ラットレースに気をつけろ。これどういうことかっていうと、ハムスターとか飼ってる人とかならわかると思うんですけど、もうネズミがカッ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 って走り回るようなやつ、こうくる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 回るやつあるじゃないですか。あれってネズミが走るのをやめた瞬間に回転で止まりますよね。あなたはそういった働き方をしてないですかとかっていうのをラットレースに例えて話してるんです。例えば自分がこう体を使って働いてて、でいざ病気になったりとかして動けなくなった時に、あなた所得止まらないですかみたいなね、まあそんな感じをこう書いてるんですけど、確かにこの本っていうのは生涯で読むべき本だっていうのは私は読んだから余計にわかります。必ず読むべきです。ただ物事には順番があります。これもアンケートが出てます。ビジネス書とかいいんだよ、いろんな本読んだ方がいいよって一度は聞いたことあると思うんです。でもほとんどの人は読まないんです。理由が時間がないから。これが9割以上を占めるアンケート調査の結果です。ただでさえ仕事で疲れてる、学生さんだったら学校行事が忙しい、主婦の方だったら子供の面倒を見なきゃいけない、時間がない、その気持ちはわかります。そもそもその考え方がついてるんです。正しい考え方は、本を読まないから時間がないんです。どういうことって思うでしょう。ちょっと簡単に説明します。例えば今この動画を見ているあなたが営業マンだったとしましょう。1日に1件の契約を決める、その1件を決めるために10人のお客さんに会わないといけない。要は10人会うと1人だけ契約が決まるっていう状態ですね。1日が終わっちゃうっていう方が仮に営業の本を読んだとします。当然営業の本なんで、営業の話し方であったり聞き方であったり、セールスについてこういろいろ書いてるんですよね。じゃあその本を読むことによって10人のお客さんに会うと2人契約決まることになりました。どうでしょう、契約率 10% だったのが 20% で伸びてるんです。ってことはですよ、普段の倍契約決まってるってことなんですね。毎日1件契約決まったら会社から何も言われないのであれば、2件決まった次の日って時間できません？もっと言います、じゃあその空いた時間にもう一冊本読むんです。1日に10人当たったら3人決まるようになったりするんです。すごい上昇率ですよね。1日1件がノルマなんだったら、2日目と3日目めっちゃ時間できません？そもそも本を出すような人っていうのは、その業界である程度成功を収めた方がいろんなノウハウであったり知識を書いてるんですよ。その本には失敗談であったり成功談であったり、まあその人の人生がこう書かれてるんで、そんな本が1500円で読めるんです。もしこれ誰か営業マンの例えば講座とかにもし行こうもんなら、最低でも2、30万取られますよ。それがたった1500円で入手できるんです。これってすごくないですか？ほとんどの人が本を読まないのは、なんで読まないのか、答え簡単なんです。本の読む理由が分かってないんです。なんで読まないといけないのか、ここが明確じゃないと当然人は行動には移ってこないんですよね。例えば A さん、勉強熱心でとにかく勉強するタイプの人と、 B さん、勉強の仕方を先に勉強して勉強を始める人、どっちの方が効率いいと思います？確実に B さんなんです。自分でがむしゃらにやったって、やり方分かってないまま学んだって結果出るのが遅いに決まってるんですよ。私がもうこれじゃないよって言ったのは、この本もいいんだけど最初に読むべき本ではないですよっていうのが結論として今回話したかったところなんです。そういった私がさっき言ったような本を読む理由、本の読み方、そういったことが書かれているのがこの本です。レバレッジリーディング。ここには多読術、まあ、要は本をいっぱい読むための本の読み方、本の読む理由っていうのがしっ
かりと書かれてます。そしてこれを読んで本を読むのが楽しくなりました。でここに書いてるんです、その本がめちゃめちゃつまらないと感じたなら読むな。本でもいろいろあるんですよ。読みやすい本、読みにくい本ってやっぱりあるんですよ。で読みにくいのを買ったからって無理くりやろうと思うと、その本を読むこと自体が億劫になってくる。そうなるぐらいだったら次の新しい本を読んだ方がいいとかいう考え方を書いてる本なんですね。どんな物事にも何かを行動するには必ずその人の理由がいるんです。誰かにこの本読んだ方がいいよとかって言われたって人は動きません。なんで？読む理由が分かってないから。これは子育てでも使えます。勉強する理由です。そこが明確じゃないと、とにかく勉強やりなさいって言ったって人は動きません。ということで今回は本を読む理由と何事にも順番が大事ですっていう話をしていきました。後半戦に私が今まで読んでよかったって本当に感じたものをジャンル別に分けて、漫画も実際あります、そういったものも紹介していきます。それでは一旦終了です。どうも。ちょっと CM。 私の動画は18時から配信で、私の身の回りの人の質問であったり、 YouTube もそうなんですが、ありとあらゆる SNS からの質問からテーマを決めて私は動画を配信しています。もし私の動画を見ている人の中でこういう時どうしたらいいんだろう、どうやったらうまくいくんだろう、わからないことがあれば、それを質問いただければそれをテーマに動画を作ります。なので皆さんからの質問バシバシ受け付けます。ついでにチャンネル登録もよろしくね。ってことで続きをどうぞ。ウイスってことで後半戦話していこうかな。こういろんな人から本を読みなさいとかっていうのはやっぱり言われたことあると思うんやけど、やっぱり物事には順番ってあるんよね。やっぱりこうありとあらゆる今まで本を読んできて、これは読むべきや、でしかもこの順番で読むべきやっていうのがやっぱり確立してて、でさっき動画であげたみたいに一番にレバレッジリーディングを読みなさいっていう順番の話をしたんよね。でこっからもう分かれていくんよ、どれを読んでいくんか。だって本の読み方、読む理由が分かったら次は自分が興味のある本を読んでいくべきだよね。人間関係とか普段の私生活とかっていうジャンルで置き換えて、まあ、最初に読んだ方がいいけど、やっぱり本読むのはどこまで行ってもめんどくさい、時間かかる、あ、いいな分かってるけどとかってなったら大丈夫、漫画読めばいい。じゃあ次漫画で読むべき本っていうのがあって、それが私生活でも使えるし仕事でも使える、人とのコミュニケーションで間違いなく使えるのが、ちょっとね部屋探したら見つからんかっていっぱいいろいろあんないけど、漫画でわかる7つの習慣、ここに出しておく。これ、まあ、7つの習慣多分1回はどっかで聞いたことあると思うね。で実際のビジネス書は結構こう文字が多くて絵もないから分かりにくい部分もあるんよ。けど漫画で書いてくれてるからすっごく理解がしやすい。もうスラスラスラーって読める。もう本嫌い、もう俺らもともと本大嫌いな人間やから、もうその俺がもうペラペラペラーって読めた。本読むときにさ、特に仕事とかでもそうなんやけど、どの時代になっても変わらんものっていうのは読むべきなんや。これどういうことかっていうと、例えばビジネス商売で Twitter 集客がいいですよとか YouTube 集客がいいですよって言って YouTube の集客の方法を書いてる本とか、まあ当然あるんよね。でもそれって今のそのシーズンでしか基本的には活用できないものなのよ。なんでかって言ったら時代は変化してるから、それだけを目的にして読むんだったらいいんだけど、長続きはしないんだよね。一生使えるものっていうのが基本的にはコミュニケーション能力だったり、人間の行動とか動く理由とか、そういった中身の部分にね、ものじゃなくて人間ってこういうものっていうのを書いてるような本っていうのは一冊読めば一生使えるんよ。だから俺がこう読む本って結構こう人に関する書いてる本で、考え方よね、やっぱり考え方をこう書いてるような本っていうのがすごくおすすめです。漫画の中で、あ、これ読んでよかったなーって思うランキングというか、ビジネスとして漫画で読む中ではすごく良かったのが、古い本なんやけど、エンゼルバンク、これドラゴン桜を書いてる人なんやけど、こうビジネスのことをねすごくいろいろ細かく書いてるよ。しかも漫画でもう読み出したらもう止まらへんくなった。すごい今でもこうビジネスに活用できるぐらいのいろんな考え方が入ってる。多分この作者めちゃめちゃ賢い。次に、まあ、お金に対する考え方、まあ、金持ち父さん貧乏父さん、これよね。でこれも絶対読むべきよ、本で。これは興味がある順番に読んだらいいと思う。これはでも仕事ってさ、お金を稼ぐってさ、4種類のパターンしか絶対ないんですっていうのをこう掲げてるのもこれで、日本人の9割はそのあかん方で働いてるから、そんなんもねこと細かく書いてる。これ結構分厚いから簡単に学びたいんだったら中田さんの動画見たらいい。すっごい分かりやすく説明してる。次、これ何か自分って才能何があんねやろ、どういうのが向いてるんやろとかっていう人に対してはこれ
さあ才能に目覚めようっていうね、すごいタイトルでしょ。才能やって、この本読んだら才能が分かるらしい。分からんね、分からんねんけど、これはいろんなね、これのすごいけどビジネス書の中ではかなり有名なんよ。でこれなんでかって言ったら、白にね、あのサイトの URL が貼ってて、1時間ぐらいかけてアンケートがあるんよ。そのアンケートをもう何十秒って解いていったら、自分が向いてるもの、自分が好きなものとかがもうデータでブワー出てくるんよね。でこれは本を読むっていうよりもそのアンケートがすごく価値がある。覚えておいて、自分の才能何したいんやろ、自分は何が向いてるんやろって分からん人はこれやったらいいよ。めんどくさいけどね、あの質問1時ほんまに1時間ぐらいかかるよ。いろんなこと学びもある。次、もうありとあらゆるビジネスマン経営者は1回は読むべき本、ただめちゃめちゃ難しい、読みにくい。それが、まあ、ナポレオンヒルの思考は現実化する。これまた分厚いんよ、文字ばっかり、すんげー読みにくい。まあ、そのうち中田さんとかが分かりやすく解説してくれへんかなとかと思ってるぐらい、これはね、もう自分の思考から物事が進んでいく。まあ俺に近い考え方っていうか、まあ、この人がまあさっきはねどう考えた、思考でいい方向にも悪い方向にも進んでいくっていうのをもういろいろ細かく書いててすごく勉強になる。まあまたこれ営業マンになってまうんやけど、 SNS あるよね、活用の仕方。俺が去年読んで一番良かったなって思った本、しかもその本書いたのが元アイドルなんよ。でもよー SNS のことを研究してるなって思ったし、すごいためになった SNS の発信の仕方よね。これ共感 SNS、 ユーコスユーポスじゃないよ、ユーコス。この本はこの Twitter とか Instagram、 まあ YouTube とかもそうなんやけど、いろんなこう SNS で発信されてる方向けに作ってる本で、めちゃめちゃ勉強になる。これは絶対読んだ方がいい。特に発信してること、情報発信してる人は絶対読んだ方がいい、ためになる。まあ、ほとんどビジネス書向けになったけど、でもやっぱり本が苦手っていう人おるよね。けど本は読むの苦手やけど漫画はいけるっていう人やったら、漫画でもさっき言ったみたいにエンゼルバンクとか、あとはキングダムとか、もうワンピースよね。あとはよく今世間でもすごい出てるこう鬼滅の刃とか、ああいった漫画っていうのはやっぱり人気があるってことは、人気がある理由がしっかりあるんよね。で俺はなんでこの本が人気なんやろって視点で結構俺漫画を見ることが多くて、ただ単に面白いなと思って見るんじゃなくて、みんなどこに感動しててなんでこの本を買おうと思うんやろっていう、そういった視点で見るとね、またこれも仕事に伝わっちゃうけど、まあ見方が変わるよねって感じで、今回はね、本絵のこう紹介しようと思って作った動画なんやけど、当然俺も日々また本を読んでるから、随時ね、こういうジャンルの人はこういう本読んだ方がいいよっていう本は、まあ、撮ろうかなと思います。ってことで今回はこれで終了です。ドン。